今ので最後ですね。これでしばらくは悪さをする魔物も出ないことでしょう。では町へと帰りましょうか。今日もお疲れ様です、勇者様。それとそのまた助けられてしまいましたね。私が至らぬばかりに、ごめんなさい。勇者様とこうして長い旅を続けておりますが、やはり戦いというのはどうしても。勇者様、足に傷が。お体、失礼します。光の精霊よ、これで大丈夫でしょう。もしかして今の傷って、さっき私をかばわれた時に、いくら治療の魔法が使えるからといって、これでは勇者様の足を引っ張るばかり。その勇者様、一つお尋ねしたいことがあるのですが、そのここだけの話にしてくださると助かります。神に使える身としては立ち当たりの質問なのですが、どうして勇者様一人がここまで頑張らないといけないんでしょうか。この世界を救うためとはいえ、なぜあなたがそれをたった一人で背負わないといけないんでしょうか。その服の下、いくつもの生傷が刻まれておりますよね。魔物の引っかき傷や火傷の跡なども、それを見ると私、明日も戦いになられるんですよね。私は神に使える身ならば、世界を救う勇者様をお支えするのが私のお役目。ご迷惑をかけてしまいますが、明日も頑張りましょう、勇者様。勇者様、おはようございます。朝食できていますよ。温かいスープとふかふかのパンです。いただきましょう。よいしょ、いただきます。スプーンも持ってないなんて。先ほど考え事をしながら料理をしていましたら、指を少々深く切ってしまいました。その勇者様、言いづらいんですが、その今日は魔物退治をお休みしていただくことって可能ですか。実は治癒の魔法は繊細な術でして、このように手に痛みを感じる状態ですと満足に扱えないかと思うんです。それに治癒の魔法は自分自身にかけることができず、自然治癒に委ねるほかなく、だからそのダメでしょうか。本当ですか。よかった。ごめんなさい、長々と。スープ冷めてしまいますよね。いただきましょうか。
その、勇者様は、雑貨に興味はありますか？先日、この街を見て回ったところ、とても可愛らしい小物を見つけまして。もしよろしければこの後、一緒に行きませんか？もちろん、体に負担のあるようなことはしません。ありがとうございます。こんなにゆっくりと過ごしたのは、久しぶりです。お昼ご飯をお店でゆっくり食べるなんて、今までなかったんじゃないでしょうか。思えば、今日まで、魔物との戦いの日々でした。戦うたびに、勇者様のお体には傷が増えていって、返り血がついて、私の血で傷は塞がっても、傷跡までは綺麗にできなくて。ごめんなさい。黒い話をしてしまって。でも、今日はとても楽しかったです。それに、勇者様もとても楽しそうで。魔物と戦ってる時の勇者様、いつも辛そうでしたから。私が手を切ったばっかりに、魔物退治は足踏みをすることとなってしまいましたが、今日一日、とても楽しかったです。そっか。では、私、先に宿の部屋に戻っております。おやすみなさい、勇者様。確か、個人用の探検が、ここに、あった。でも、あの人はもっと、辛くて痛いはず。このデート！おはようございます、勇者様。朝食、できていますよ。いただきましょう。ごめんなさい。傷が悪化したらしく、昨日よりも痛みが強くなってしまい。ご心配をおかけしてすいません。新しいスペ持ってきます。では、改めまして、いただきます。そういえば、今朝、町の方に聞いたんですが、この町すべてを見下ろせる丘があるみたいなんです。夕方に行くと、夕日と、それに照らされる町並みが、とても綺麗だとか。一緒に、行きませんか？嬉しいです。昨日に引き続き、私のわがままを聞いてくれて。ありがとうございます。そうそう。今日のスープなんですが、町の方からおすすめされたお肉を入れているんですよ。お野菜も、新鮮なのをお安くしていただいて。勇者様が、とても美味しそうに食べてくださったものだから、あの方にお礼を言わなければ。こっちです。勇者様！すっごく綺麗。見入ってしまいますね。旅の道中は、戦いで、景色をこうしてゆっくりと眺めることも、
なかったですので。あ、見てください、あそこに飛んでる小鳥。つがいでしょうか。とても嬉しそう。その勇者様、こういった穏やかな日々ってどう思いますか。私は好きです。毎日変わらない日々かもしれないけど、でもほんの少しの刺激があって、たまに少しだけ遠出をして今まで見たことのない景色を見て、それに何より大切な人が傷つかなくて、勇者様は いえ、何でもありません。あ、もう日が沈みますね。私はもう少しだけこの景色を眺めてから宿に帰ります。では、おやすみなさい、勇者様。崖になったら、ここ。私が大怪我を負ったら、あの人がもう苦しい思いをしなくて済むだろうか。なんて言うんだろう、あの人。世界を救うべく一人でも旅を続けるのかな、それとも。でもそうなったら、私も諦められる。あなたは私のわがまま許してくれますか。勇者様、ごめんなさい、こんな体となってしまって。景色に見とれてたら崖になってました。手は動くんですが、足の感覚が全くないのです。こんな体じゃ旅なんてもう無理ですね。勇者様、私あの日あなたにお会いした時からずっとお慕いしておりました。でも戦いに明け暮れるあなたは辛そうで苦しそうで、ですが世界を救うという宿命を背負った勇者様にはそれをやめることが許されなくて、私怖かったんです。いつかあなたが遠くに行ってしまいそうで、この思いを告げたらあなたを失うのが一層怖くなりそうで、だからここ
でもうやめませんか。世界を救うこと。この町で毎日朝食を食べ、夕日を見ませんか。それともやはり勇者様は旅を続けるんでしょうか。この先ずっと一人で戦い続けるんですか。いいんですか。本当ですか。よかった。本当によかった。そのこちらへ来てもらってもいいですか。暖かい。こうして抱きしめるのも手をつなぐのももう我慢しなくていいんですね。それでは改めてこれからよろしくお願いしますね。